はい。おい。はい。キモいんだよ。なんだお前。いきなり馴れ馴れしく DM 送ってきてさ。何様？は？あ？敬語も使えないんですか？お前に敬語使うこと俺は良くない。ああ、そうですか。あ、いかにもキッズって感じだね、ほんとに。何歳何歳？小6だった。クソガキやんけ。何言ってんのこれ。あ、そう。ね、やめないよ。なんで？なんでやめなきゃいけないの？え、YouTube は毛があるよ。お前ほんと面白いわ。君みたいな有害なキッズがいるから毛があるんじゃなくて。俺キッズじゃねえし。お前小6なんだろ？何小6だろ。何じゃ、自分のこと何だと思ってんの？え、神。笑わせんなよ。お前どこに住んでんの？俺は、広島だよ。広島？え、名前は？名前なんて呼べばいいの？神様って呼ぶ、神様。あ、神様。あ、分かった。やっぱりゴッドって呼ぶ。分かった。じゃあ、クソガキ兼ゴッドくんね。分かった。あ？クソガキやね。クソガキだろ。なんて？お前がクソガキだろ。あ、お前誰に口聞いてんの、ほんまに。は？お前だよ。君友達いる？あ、友達くらいいるわ。あ、そう。いや、なんかこんなつまらないことして楽しいかなと思って。俺の友達はゼウスだよ。あ、そうっすか。お前ヒカルについてどう思う？バリューで詐欺してた。ヒカルか。ゴッドとカリスマどう比べる？まあ、ヒカルと俺でも数字で表すと俺が100でヒカルは 0.1 だ。こんなことしてても楽しくないよ。は？俺ゴッドだわ。暇なんだ。死ね。殺してみるや、だったら。おい、殺してみ？なったら。おい、神だろ？早く殺しに来いや。おっと、じゃあ明日殺しに行くよ。おお、来いよ、広島から頑張ってきてね。あ、俺神だから瞬間移動できるんだ。おお、じゃあ今来いよ、早く。はい、5、4、3、2、1、0。あれ、いないよ。早く瞬間移動して来いよ。瞬間移動使うには1日経たないといけないか。いかにも中二病みたいな設定してんな、それ。じゃあ頑張ってきてね。じゃあ来なかったらどうしたらいい？あ、来なかったら自分のことを刺し殺せばいいよ。全然。そんなことするわけない。切腹でもしとる。お前言ってること矛盾してんな、さっきから、ほんまに。お前みたいなな、キッズを相手するのがほんとダリーんだよ。は？ザキンでじゃあ編集してこなかったらいいだけの話だろ。あんな、お前みたいなバカがいるから、こうやって言ってんだよ。は？バカじゃねえし、お前のことバカだろ、バーカ。口ちゃんと考えろ。まあ、死ねしか言えないの。死ねしか言えない。あと、もう君の方が優秀だって認めるから。もう二度とかけてくんだよ。は？ふざけんな。お前がふざけんなってマジ。じゃあ、死ね！だこいつ。逃がすか。おい、切んなよ。だから死ね！おい。はぁ、ほんとに。おい。は？ケンジ、殺しに来いや。は？お前切んなよ。お前切ったらちょっと逃げたりするからな、お前。ほんまに。お前切んなよ。逃げたりしときゃいいじゃん。人間界ではそうなるんだろ。まあいいよ、それで。見てこいつ。おい、切んなっつってんだろが、ボケ。は？もてくさ、は？んな、お前。俺も暇じゃねえんだよ。は？お前に言われたがねえ。お前から電話かけてこいって来たんだろうが。は？死ね。は？死ね。おい、ちょ、待てよ、おい。お前一生かけてやるからな、お前ほんまに。は？お前ブロックすんの？ブロックした瞬間お前な、一生嫌がらせしてやるからな。お前じゃあさ、そのさ、何？そのいちいち YouTube やめてほしいがダメにこんなことやってんの。そうだ。ああ、暇なんだな、お前。相当暇なんだな。ちょっと待てや、おい。待てって言ってんだろうが、おい。は？お前ほら、おい、なんだ口の利き方考えろよ、お前ほんまに。あ、調子とんね。お前神だろ。おい、神なんだろ。おい、自称神なんだろ。は？そうだ、自称神だ。おい、自称神だったらお前何言われてもさ答えれるだろ。あ、答えるのめんどくせえんだよ。答えんのめんどくさい。お前なんだじゃ。お前から仕掛けてきたくせに。あ、ふざけんなお前。めんどくせえんだよ。かけてくんだよ。邪魔だ。おい。お前ほんま舐めてんだよ。ほんま舐めとんなよ、あいつ。もう一生増え続けてやる。お前ふざけんなよ、マジで。おい。あ、前ふざけん
お前逃げてんじゃねえぞ。逃げてねえよ。お前逃げてないよ。逃げてないんだ。すごいね。お前から喧嘩売ってきといて、お前から逃げるんだ。それでも別に構わんけど、俺やめないからな。それだけ言っとくぞ、お前。なんかそうだからなんだよ、死ね。ああ。口の中考えろよ、ほんまに。ということで、こういうクソガキもいるってことを皆さん分かってもらえたらありがたいです。では。